石坂上一6月29日帯は、日本の政治家。東京都町田市長。東京都南多摩郡、鶴川村出身。株式会社町田町づくり公社代表取締役。東京都南多摩郡鶴川村生まれ。東京都立立川高等学校、横浜国立大学経済学部卒業後、1971年4月、横浜市役所に就職し、 総務局に配属される。以後横浜市企画財政局での勤務や、総合研究開発機構、横浜国際平和会議場への出向を経て、2004年4月に横浜市広北区長に就任し、2005年9月まで広北区長を務める。2006年3月、町田市長選挙に出馬し、自由民主党の伊藤光介衆議院議員の支援も受けて初当選を果たした。 しかし、当選直後、政治資金パーティーによる政治資金規制法違反が発覚し、罰金30万円の略式命令を受ける。同事件を受けて、中田博史横浜市長、側近2名を含む横浜市の職員総勢88人の処分が下されたが、石坂市長側は、罰金の支払いのみ行われた。2010年3月の市長選では自民、公明2党の支援を受け、 国政与党の民主、社民、国民新三党及び生活者ネットワークが推薦する元首都大学東京教授の秋山哲夫ら4人を破り再選を果たした。2014年2月24日の市長選では自民や公明の支援を受け76,869票を獲得し元市議ら3人を破り再選を果たした。ありがとうございます。